どうも、シャイカルです。エルルカ 3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。前回 Wi-Fi 対戦して、3戦3勝してということで、今回はちょっとね、どうしようかな。あ、勝ち抜きバトル行ってみましょうかね。とりあえず一旦、これまでずっと勝てなかった勝ち抜きバトルをちょっとね、これで抜けるのかどうか確かめてみようと思います。では行きましょう、勝ち抜きバトルの方に。レッツゴー。いや、これで勝てるようになってれば今までのパーティーより強くなったっていうことですね。よし、連勝記録95戦、こっから上行くと。行け強さを見せてやるんだ、行け。なるほど、なかなかやるな。息を吸い込むぜ、せい。絶対レード、ドン、ドドン。ギガブレイク、ドン。絶対レード、ドン、ドン。ほほほほ、ワンターンキル。何？天使の気まぐれか。なるほど。まあ俺はその時に、じゃあ、とりあえずベホイマ使っとったらかな。よし、ベホイマ使おう。ザオラル。ベホイマでとりあえず HP 回復しといて、セイーからのアダック、ドン、ドン。よし、オッケー。確実に回復しながら行った方がいいですね。うん。ぬぬぬ、バリクナジャ。とりあえずここは、スクールとしようかな。スクールとしてから行こう。おお、結構暗いんだ。よし、スクールと、ドン。ライジンギリイエイ。セイー、セイー。ギガブレイク。ギガブレイク。カブト割り、ドン。デイ。おお、いいね。ベタン。おお、ベタン強え。ベタン強え。ギガマホトラ、言っとくか。よし、ギガマホトラ。おお、やるね。ギガマホトラ、ドーン。ほほほほほ。ブリザーラッシュ。スイッ。ほい、デイ。よしよしよし。爆連切り、デイ。デデイ。オッケー、倒した。よしよしよし。ちょっと守備力が弱いですね、こいつ。うん、打たれ弱い、ちょっと。そこさえ直せば強いぞ、これは。とりあえず、ベホイマ使っとこう。いや、作戦で、こう命大事にしたらいいんや、これ。んで、こういう最初、初回ターンで、とりあえずギガマホトラ放って、いらんわ、ギガマホトラ。あ、スクールとしようかな、とりあえず。アタックカウンター貼っとったらいいかな。どうしようかな。よし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 。焼けつく息、惑いの息。焼けつく息してみよう一回。お、強い。やるじゃねえかよ。焼けつく息、ほい。お、全員締めた、ラッキー。焼けつく息強いですね、結構。焼けつく息の強さは俺はちょっと知ったぞ、今回。ため来てボディ、攻撃、ドン、ドン。さてさて、ギガマホトラしての、よし、ギガマホトラ、デデデイ。ほほほほほ。ベホイマ回復、ドン。アタックカンタ、イエイ。ベホイマ、イエイ。よし、回復しようか、とりあえず。オッケー。で、もう一回ギガマホトラと。でも回復せんでいいから、とりあえず行ってまおう。よし、ギガマホトラで奪おう。ギガマホトラ、ギガブレイク、デイ、セイ、煉獄斬り、デデイ、セイ、さらに絶対レード、ドン。よーし、ほほほほほ。テンション上がったか、この野郎。よし、まあここはもうギガ魔法トラしながら倒せばいいやろ。決めたら力発動。おう、あ、もう MP ないんか、こいつ。もしや、こいつ MP ないぞ。ふ、殴り殺してやるぜ。おーし、ギリ目から撃破。ちょっとまあこの心理量強いんですけど、改善点見えてきましたね、今回で。まあまあまあ、いろんな改善点があるんで、とりあえずギガ魔法トラして MP 回復しよう。やるな、やるじゃねえか。守備が弱い、明らかに守備が弱いぞ。攻撃力ダウン、何鬱陶しい。あとスピードが遅いからちょっときつい。絶対レード、ドン。
ていよし、ていてい、絶対レードドン、ていよし、MP、HP 回復しよう。とりあえず HP 回復や、もう。HP を回復するから、ベホイマ。ベホイマ様を使うと。よし、ベホイマ使っとけ。不屈の闘士、何？やばいぞ。ドン。ドン。よし、オッケー。スクルト。オーケー、スクルトかけとけ。精神統一、何これ？もうわからんけど、とりあえず、お。とりあえず、守備力やばいから、ギガマホトラしとくべきやろ。うん。おー、きついきついきつい。テンション100溜まっとるからな、あいつ。おー、強い、負けた！お、スタンバイモンスター？いやいや、いらんねん。いや、守備ですね、問題は。守備がきつい。これでは勝てへんやろ。ちょ、行ってみようか、とりあえず行ってみようか。守備ですね、問題は。守備が強くなればいけそうです。ちょっとね、心理を攻撃に特化しすぎたんで、守備ですね、次やめよう。もう守備が弱点と。だからあとはね、守備をもうちょっと高くして守りの方を固めれば一気に強くなると思います。思いましたね、今回。あとちょっと MP が足りなすぎるから、強ガードブレイク入れたことによって、MP、消費 MP が2倍になってるんでね、あそこら辺がきついんですよね。ちょっとまあミスったかもしれないです。こいつちょっと育て方ミスりましたね。まあアタックに関してはね、問題ないんですよ。ただ守備がちょっと554でね、弱すぎると。で、攻撃特化の能力ばっかなんで、秘めたる力入れなかったですね、もう。あれ、発遅すぎるというね。威圧の方が役立ちましたね。威圧を持って、威圧持っとくか持たないのがでかいんで、秘めたる力抜きたいですね、今、この、今思ったことは。だからこれ抜かないといけないなと。ちょっとまあまだ強くなる余地はありそうです。まあちょっとこれはレベル上げのところは勝ってて、次まああれしようかなと、強く しとこうかなと、こいつさらに思うので、とりあえず今回の動画はこれで一旦終わりたいと思います。ちょっと短いんですけど、まあ勝ち抜きバトル結局まだ勝てなかったと。もうちょっとなんですけどね、もうちょっとで勝てそうな気がしてるんですけど、次はちょっと頑張りたいと思います。では一旦とりあえず動画終わります。ありがとうございました。